preview。吊り橋効果っていうところで、はい、よく聞くやつですね。そうめっちゃそう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 。吊り橋効果ってまずちょっと何かっていうと、うん、はい、恐怖とか不安を一緒に体験した人に恋愛感情を持ちやすくなってしまうという、ね、まあ、心理学効果のことだったんですけど、そのスポーツとかでも大丈夫なんですけど、はいはいはい、ホラー映画とか、まあ、スポーツとか、はい、ドキドキをすると、はい、心臓の鼓動を高めればいいみたいなっていうのがあって、で、そのドキドキっていうのが異性へのドキドキだと、まあ、ちょっと勘違いしてしまうこと。うん、あ、はい、ドキドキ同性ですよね。まあちょっとなしではないけどありでもない。嫌悪感しかないです。で、これ日常生活でも起こり得る場所っていうのは、うん、これ意外なんですけど、はい、教習所が結構起こりやすいらしくて。あ、なるほど。で、言ったらその初めてこの運転するっていう、はいはい、まあ、言ったらその運転を誤れば人を誤めてしまうかもしれない、うんうん、誤れば誤める、そういう歌詞ありそうやな。そんな不謹慎な歌詞ないでしょ。まあ言ったらその初めて運転する危険な乗り物で、うん、かつまあ密室なんで、はい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 、まあ、逃げ場がないっていう、なんか投げ出して逃げるとか、うん、まあ、バイクとかもあと違ってポンで逃げ出すことができない、うん、ガラスもあるし、うん、っていうことで、例えばその高速に乗るときとか、はい、路上に出るときとかっていう、なんか何かを初めてするみたいなっていうところで緊張してドキドキしてしまうっていうのが、まあ、共感へドキドキするっていうこととまあ一緒なんじゃないかみたいなっていうようなところ、まあ、錯覚になってます、ね、でこれ、うん、まあ結構アニマルビデオとかでも、はい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 、アニマルビデオでも、うん、これ取り上げられてるんですけど、はい、それが理由なのか分かんないんですけど、うん、まあ、自動車学校で先生と生徒の恋愛っていうのは禁止されてるとこもあるみたいな、はい、そうなんや。だからなんかこの効果って結構あるからこそ。いやでもそれはさ、別にもお互い成人してるわけじゃないですか。いやでも免許取りに行く人たちってさ、うん、まあ、まあ18歳、はいはい、責任が取れみたいなことなのね、うん、多分、うん、まあ、その話はまた別の動画でしましょう。で、はい、何の話でしたっけ。吊り橋効果の話ですよ、はい。これ実践注意っていうところで、うん、はい、例えばなんですけど、さっき驚かせたみたいに、うん、心拍数が言ったら上がったら、うん、それ OK なんですよ。ドライブで、うん、怖い映画を見に行った後に、うん、お化け屋敷に行き、で最後スポッチャに行けば確実に大丈夫みたいな話ね。スポッチャに行った後に、うん、またその温泉に行って、うん、血圧上げて、うん、なるほど、ドクンドクン刺して、はいはいはい、ホテルまでも走って、うん、なるほど。めっちゃ水風呂行くやつやったらどうする。何みたいな。あ、なんでそんな汗だくなん。あ、もう終電だから。はい、お疲れした。じゃあね。辛いですね。で、これ最後に、はい、注意事項あるんですけど、なんかこれね、美人とか、はい、イケメンとかってあんま関係なく、はい、はい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 、ん、なんかですね、うん、ちょっと僕ら該当しないです。これやったとしても、こんなに話してて、まあ、やっても僕ら吊り橋効果使えないんですか。使えないです。なぜかっていうと、はい、これは美人とかイケメンじゃないと効果が実証されてない。終わり。僕もそうなんですけど、うんうん、多分今やつのミッション、はいはい、変速機のやつをクラッチ踏んでみたいな、うんうん、稲妻みたいなやってるじゃん。そう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 。もうこんなトラックとかこんなんしてる人もいるみたいな。稲妻の動きさせるやつ。憧れ。そう、免許取れって。